話してみろ。助かる方法って何だ。安心しろ、俺は何聞いても驚かない。少なくとも知らない方がいいなんてことがこの世にあるとは思わない。思ってたらもう新聞記者なんてやめてる。なんだこれ。助かるために私たちがしなきゃならないこと。人類滅亡の手助け。どういうこと。あのビデオのメッセージの続きはこうだったんです。呪いはかけられた。お前は13日後のこの時刻死ぬ。助かる方法は一つのみ。すなわちこのビデオをまだ見ていない二人の人間に見せろ。そうすれば見せた人間は助かるんです。一人が二人、二人が四人、四人が八人。ビデオを見る人間はどんどん増えていきます。でも人間の数は無限じゃありません。いつかはこれが途切れる。最後に見せる相手の見つからない膨大な数の人たちが死ぬことになります。この人たちはビデオを見ることはありえません。誰も見せる相手がいないことは分かりきってますから。最後に死ぬのはこの人たち。数えてみると全体の4分の1になるんです。たった1本のビデオテープで世界の4分の1を死に至らしめる方法がたった1つあるんです。貞子はそれを知った。彼女が私たちに何をさせたがっているのか。残念だがこれ外れだな。じゃあなぜ俺の姪っ子たち4人は死んだ。彼の中の1人が他の3人を誘ってビデオを見せたの。なぜ全員死んだ。それはそれだけじゃない。この世の4人に1人が死に至るというあのメッセージがまだ本当に貞子の言葉なのかどうかもわからないんだ。お前が高山に何を言われたか知らないが、俺はまだ貞子本人に会ってすらいない。この言葉だって劇団秘書の女の子が言った言葉だ。まあ貞子が彼女に取り付いたようにも見えないことはなかったが、それだってはっきりしたことじゃない。とにかくまだまだ確かめなければいけないことは山ほどある。泣くのはそれからでも遅くない。はい、心配ない。最後まで一緒にいる。
うしたの？腰も急に熱も下がりました。え？天然痘の致死率は 90% 以上のはずです。そうよ。こんなにすぐに良くなるもんなんでしょうか？話は聞ける？ええ、少しなら。弱毒化されたウイルス？それが持ち出され人為的に投与された可能性があります。人為的にだと？自然に発生したものでしたら天然痘はあんな簡単に治癒することはできないでしょう。君はまさかこの学内にそんなバカなことした人間がいる。いや、私も疑ってるわけではありませんが、盗まれた細胞といいこの学内で何か起きてるのは事実です。青山君はどっかで声に天然痘を移されたっていうのかね？ここ数日間の彼の行動を確認しました。そしたら1週間前、上司の命令でインフルエンザの予防接種を受けてます。青山君に予防接種を受けるよう指示したの？第一外科の大垣先生です。大垣が？パパ、ごめん、寝坊しちゃったか？本読んで。ほら、何時だと思ってんだ。ばあちゃん、小さいちダメだって読んでくれないんだ。わかった、ちょっとだけだろ。僕は胸をドキドキさせながら、あと6日席に座ったよ。吉野の言うその時が来たら、俺はこの子を助けるために誰かにビデオを見せなければならない。しかしビデオを見せるだけでいいのか？貞子は一体俺に何をさせたいのか？ういっと、コントローラー動かした。すみません、有馬さんは？今日はまだ来てませんよ。電話をかけても出ないし、僕たちも困ってるんですよ。有馬さんのご自宅は？有馬さん、浅川です。見せる？うん。この世の4人に1人を殺すのが貞子の本当の狙いなら、それをやってみるのも一つの方法かなって思うんだ。でもその4人に1人っていうのは、その劇団の八木久美子っていう人が言った言葉にしか過ぎないわけでしょ？実は昨日彼女、32年前の事件について口にしたんだ。彼女が生まれるずっと前のことね。一度八木さんに会わせてくれない？彼女の無意識化の記憶を探ってみたいの。簡単な催眠療法よ。本当に彼女の中に貞子がいるのか、それとも自分で自分を貞子と思い込んでしまっているだけなのか、分かるはずよ。それで貞子の居場所も分かる？本当に貞子がその子を操っていたとしたらね。大丈夫？顔色あまり良くないみたいだけど。昨日から具合がちょっと。ひどい熱だな。昨日の
と覚えてないんです。友達が家まで運んでくれたらしいんですけど。大丈夫、病院に着いたら俺の知り合いの医者が全部見てくれるから。すみません。体の方は心配ないわ。安静にしてれば大丈夫。かなり精神的ショック受けてるみたいね。実はさっきも貞子が現れたんだ。この子の心の中に何かが起きてる。理恵子さんも気をつけた方がいい。吉野さん。何ですか、松崎奈緒が呪われたって噂を最初に聞いたのがいつかってラジオでアンケート取ったじゃないですか。ありがとう、はい、先輩、陽一くん、私何考えてんだろう。私何やってんの。先輩ちょっと考えてるかもやっぱり。金田教授の事件まだ諦めきれんのですよ。そう悪い癖でね。何か新しい情報でも。いや別にありません。捜査本部も最後はまあ暗示の意思ということで片をつけなきゃいけないんじゃないかとそう聞いてます。あのね、アフリカの呪術師の呪いなんかも原理は暗示の意思らしいですな。お前は死ぬぞと言われた人は本当にそうなるような気がして恐怖のあまり心境をやられ死に至る。
それで満足ならば私は別に否定しません。暗示で人が死んだ、それで罪に問うことはできないはずだ。それがね、私には一つわからないことがあるんですよ。金田教授の首にはこう実際絞められたような跡があったんです。そんなことは暗示の効果として簡単に説明ができる。幼い頃虐待にあった人間を催眠術にかけ、その時のことを思い出させると体にその時受けた傷が浮かび上がってくる、そういった現象はいくつも知られています。でもね、首にあったのは絞められた後だけじゃないんですよ。くっきりと指紋が残っていたんです。本当に暗示ならなぜ指紋まで出てきたんでしょうか。私の指紋が出てくるはずないでしょう。誰があなたの指紋だと言いました。出てきたのはあなたの妹さんの指紋ですよ。高野舞さんと言いましたよね。何してんだ。誰か！誰か！アルマさん、どうしました？その子、話してください。32年前何があったのか。これですね。32年前の今日、お前は人を殺した。お前は私を利用した。確かめなきゃならないんです。あの子に取り付いたのが本当に貞子なのかどうか。生間貞子には確かに他の人とは違う力がありました。彼女はそれを隠していたんですが、私は偶然それを知ってしまった。32年前のある日、ある夜私は忘れ物をしたことに気がついて、夜中稽古場に取りに行ったんです。貞子は一人でテレビを見ていました。忘れ物を取って部屋を出ようとして振り返った時、私はとんでもないことに気がついたんです。そのテレビはコンセントに入っていなかった。電源が入っていなかった。はい。なのにテレビはついてました。貞子に不思議な力があると知ったのはその時です。それからしばらく経って、そう、ちょうど
今から32年前です。その頃我々は貧しくて、それぞれみんな借金に追われていました。魔が差したっていうんでしょうか。団員の一人が、信用金庫の職員が現金を輸送するルートをどこからか聞き出してきたんです。私たちはその職員を襲う計画を立てました。彼女の力の存在を内緒にしてやる交換に、ちょっと力を使って見せてくれないかって頼んだんです。もちろん信用金庫の職員を襲う計画など微塵も彼女には知らせませんでした。翌日の新聞で私たちはその職員が死んだことを知りました。貞子はそのことを気に病んでひどく落ち込んでいました。その後彼女は突然駆け落ちをした。はい。その事件のことを知ってるのは私と貞子だけです。当時の劇団員はもう誰もいませんから。あれは間違いなく生駒貞子です。八木さんとは話をしたわ。催眠分析にも心よく協力してくれたし、でも何も出てこなかった。おそらく公演を控えてナーバスになってるだけじゃない。でも理恵子さんも見たら大の男簡単に突き飛ばした。うん、とにかく様子見てみましょう。貞子は彼女から去った。心の中を覗かれることを知って。先生。うん。分かった、すぐ行くわ。どうしたの。八木さんの点滴に毒物が混入されていたらしいの。打つ前に気づいたからよかったんだけど。ありましょう、そんなことまで。でも毒物は専門の医師じゃないと手に入んないわよ。じゃあ有馬氏以外にも彼女を狙ってたやつがいるってこと。わかんない。いや、だって彼女がここにいること知ってんのはここにいないはずだろ。ごめんね、ちょっと。貞子が取り付いた女の子の命が狙われた。俺たち以外にも貞子を追ってる奴がいる。お前なんか知ってんじゃないか。いえ、なぜ私に。それで貞子は消えた。唯一の手がかりが途絶えた。だがもうあなたは答えを知っている。あ、吉野から話は聞いたよ。あいつはお前の言った通りに考えて答えにたどり着いた。で、彼女はなんて。ビデオを13日以内に2人の人間に見せろ。そうすれば助かる。それが正解です。いや、それじゃ解決できないことがまだある。それにあの言葉が貞子の本当の言葉だという確証もない。あれは貞子です。あなたは見たはずだ。それじゃあなぜ最初の4人が全員死んだ。吉野の答えじゃそれが説明できない。大切なことが一つだけ抜けてるんですよ。見せるだけじゃ不十分なんです。ウヌハダーセンヨゴラをあげる。ビデオのメッセージですよ。
お前は来年子供を産む。大切なのは子供を産むこと、つまり自分そっくりの複製を作ることなんです。複製を作ることによって憎しみは初めて増殖することができる。ビデオをダビングしろってことか。ええ、テープを見てしまった者は13日以内に2本をダビングし人に見せなければならない。憎しみが憎しみを生む、そうやってビデオが増殖されていきます。これが全人口だとすると、これが最後の人たちです。最後の人たちはこれ以上見せる人がいないので見ることを拒否します。だから死ぬのは最後から2番目、すなわち N 番目の人たちです。この人たちの人数をと表せます。全人口は ビデオが無限に増殖すると仮定すると、値は4分の1に収束します。つまり死ぬのは全人口の4分の1。これはこの世の4人に1人が死に至るの意味です。無論これはこの最後の人たちがきちんと状況を把握しテープを見ないと判断できた場合に過ぎません。現実にはこれよりもっと被害は大きくなるでしょう。途中で止まることはいくつかはあるでしょう。だがどこかで一つでも途切れずに進んだ場合、結果は一緒です。憎しみが増殖する方法を見つけ出したんです。それは人間の愛情を利用すること。自分の知っている人間を見殺しにできないという気持ちがある限り、テープの増殖は止められません。だがいつか終わりが来る。ここまで来た時、人間たちはこの世の4分の1がなすすべもなく死んでいくのをただじっと見守らざるを得ない。もう誰も愛情なんて信じない。憎しみがこの世を支配する。それが貞子がかけた本当の呪い。どうしますか。あと6日、あなたがダビングして見せた相手は私一人。助かるためにはもう一人必要だ。息子さんのためにはさらに2人。なぜ俺に先に言わなかった。なぜ吉野に言った。人傷つけてそんなに楽しいか。言えばあなたはどうしてましたか。ギリギリまで一人で悩み、そこでゲームを奪っていた。もしもし。吉野です。あ、そちらは何か分かりましたか。先輩、やっぱりあれが答えだったんですね。そうですか、ダビングなんですか。私あれからいろいろ考えたんです。見てください、これ。まずテープが全人口の4分の1に到達するまでどれぐらいかかるか。2の26乗が6710万8864、2の27乗が1億3421万7728、つまり26回のダビングでここの段階まで来るってことです。それぞれが13日間ギリギリまで待って人に見せたとして、ここまで来るのにかかる日数は13日×26回で338日、つまり約1年後。それまでは誰も死なないんです。それからとりあえず
先輩と私と陽一くんが助かるために誰に見せたらいいか考えてみました。しばらくはなんとかなるんです。お前本気か。今日一日自分が助かるために犠牲になってくれるのは誰か数えてたのか。はい、数えてました。一日中ずっと。いい加減にしろ。自分さえ助かればそれでいいのか。そんなこと思ってません。そういうことだろ。でもあと1年あるんですよ。それまでに方法を見つければ。そんなにうまくいくか。途中で途切れたらそいつはどうなる。1年後に解決できなかったら。お前の考えてることは分かってる。テープはいつか他人の問題になっていく。1年後に誰が死のうと知らん顔して自分も生きていける。だったら先輩、陽一くんのこと見殺しにできるんですか。俺は貞子を見つける。こんな馬鹿げたことはすぐにやめさせる。もし貞子が見つからなかったら、もし呪いを解いてくれなかったら、あと5日後には答えを出さなきゃならないんですよ。私が喜んでこんなこと考えてたと思いますか。ただ悩んで落ち込んでたら先輩優しい言葉をかけてくれましたか。他に何かできることがありましたか。だからって人を犠牲にしていいのか。どうしました、こんな時間に。どうしたらいいかわからないんです。私たちこのまま死んじゃった方がいいんでしょうか。自分たちだけ助かりたいと思うのは卑怯なことですよね。貞子はどこにいるんですか。高山さん何か知ってるんじゃないんですか。待ってください。なぜ黙ってるんです。私たちが苦しんでるの見て楽しいですか。いい君だと思ってるんですか。何か言ってください。どこまで自分勝手なんですか。今でもあなたは金田教授や山村静子を殺したのは私だと思い込んでる。違いますか。散々人を疑っておいて困ると泣きついてくる。ヒントが手に入ればまた人を犯罪者呼ばわり、そんな人間にどうして協力できます。そんなつもりありません。じゃあ証拠を見せてください。私を裏切らないという証拠を。
妹は今薬で眠っています。昼間は少し興奮していた。証拠って妹をここから連れ出してほしいんです。まもなく警察はここに来ます。この子を連行しに。どうして？金田教授殺害容疑、警察は今度は妹を犯人にするつもりです。そんな、彼女は家から一歩も出てはいないんです。だが今それを警察へ行って説明してる暇はない。本当に私たちを助けてくれるんですね。あなたを裏切らなければ。どうしますか？では取引成立です。一つだけ貞子を探し出すヒントをあげましょう。役に立つかもしれない。念写には簡単な法則があるんです。法則？念写だって磁力や重力と同じなんです。距離が離れればそれだけ力は弱まってしまう。磁力や重力と。妹を頼みます。このことは誰にも言わないように。浅川さんにも。裏切ったら私はあなたを許さない。大垣はこっちの疑いを一生に伏して、これ以上追及するのは無理だ。じゃあ私に考えがあります。罠を張るんです。新種のウイルスが見つかったという偽の噂を流してください。相手はもう一度それを盗もうとするでしょう。盗まれたらすぐに分かるようにウイルスに印をつけておくんです。印を？これはホタルの DNA の一部を組み込んだ細胞です。この DNA にはホタルを発光させる酵素ルシフェラーズを作らせるためのプログラムが載っています。これをあらかじめウイルスに組み込んでおくんです。そのウイルスを大垣が盗み出して増殖させればホタルの酵素が作られ発光する。奴の犯行の決定的証拠をつかむことができるってわけか。はい。はい、吉野です。ただいま留守にしております。メッセージをどうぞ。俺だ。さっきはすまなかった。ついカッとなって言い過ぎた。許してくれ。明日また。もしもし。お前な、いたならさっさと出ろ。怒ることないじゃないですか。謝りの電話なんでしょ。続き、お詫びの続き、最後まで聞いてあげますから。いい気になるな。先輩、こんなこと考えたことありませんか。念写の効力は距離が離れれば弱まる。なんで急に。いえ、何かの手がかりにならないかなと思って。お前俺に何か隠してないか。いえ、いいです。気にしないでください。それじゃあおやすみなさい。念写の効力は距離が離れると弱まる。待てよ。吉野か。これがアンケート結果です。松崎直が呪われてるっていう噂を最初に聞いたのはいつか、
それがどう変化してどう広まったか色分けしてあります。噂がどこで生まれたかも見つけるんだ。そこに定かがいる。最初にテープが念写された場所っていうことですね。念写の能力は離れると弱まる。だとすると貞子はそのすぐ近くにいたはずだ。先輩見てください。ここ他の地域は松崎直が呪われてるっていう噂があって、それから彼女のビデオを見ると死ぬっていう噂にエスカレートしてますよね、うん、でもこの地域は見ると死ぬっていう噂が一番最初に出てきてるんです。今から3ヶ月も前ですよ。そこで何かあったってことか。先輩、噂が広がるのってどこだと思います？学校ですよ学校。この地域にある学校を当たっていけば噂の出所が分かるかもしれませんよ。怪しい範囲はこの辺りか。こことこことここに分かれてる。これ借りていいか。何かあったら連絡しろ。先輩、今日はごめんなさい。バカなこと考えたりして。俺も同じこと考えてた。貞子が見つかればもうあんなこと考えなくてもいいんですよね。あ、絶対に見つける。何かあったらここに連絡しろ。俺が相談に乗ってもらってる医者だ。お前のことは話して。ありがとうございます。Oh.